東京都市計画道路幹線街路環状第一号線、内堀通り内堀通りとは、東京都千代田区の公共内堀沿いを通る道路の通称で、東京都道四百一号麹町竹平線などから構成される。東京という大都会にありながらも、歴史と風景の美しさを楽しめることから、九百八十六年八月十日に、城郭と高層ビルの道として、 日本の道百選の一つに選定された。皇居北東の日向阿門から急断した、半蔵門、桜田門、岩井田橋、二重橋前、大手門の各交差点を経由して再び、日向阿門に戻る一周約6キロメートルの両方向環状道路で、皇居を中心とする東京都の環状道路の中では、最も内側に位置する。 おおむね東京都市計画道路幹線街路環状第1号線と同じ経路を取るが、そちらは大手門岩井田橋間で内堀通りの東隣の道路が指定されており、若干異なっている。また、竹橋交差点千鳥ヶ淵交差点では内堀通りより、さらに公共寄りを通る千代田区道が存在する。内堀通りの名称が設定されている区間には以下の路線が含まれる。 毎週日曜日の10時から16時には、日向門交差点岩井田橋交差点が、パレスサイクリングコースとして自転車専用道路になり、自転車と公共関係車両以外の通行が禁止される。パレスサイクリングコース時の岩井田橋交差点。普段の左折車線が直進車線に変わる。道路の内沿いには公共を取り囲むお堀と石垣が続き、 外沿いはビルが立ち並ぶ日本を代表するビジネス街である。江戸城の外堀が埋め立てられ消滅したのに対し、内堀は江戸時代当時の姿をそのまま残しており、内堀通り沿いには徳川幕府王子の史跡が多数残存する。特に著名なものとして二重橋や江戸時代に大名屋敷が並んでいた皇居外苑がある。 東側の皇居外苑を南北に走る区間は、日露戦争後の外線対艦兵式のために36メートル幅で整備されたもので、外線道路と呼び習わされた。大手門付近は、円樹の並木道になっているが、この近辺は1875年に、東京で初めて偽アカシアなどの容器が街路樹として植えられたとの記録があり、記念碑も建てられている。 皇居北西側の区間は、桜の名所として名高く、春先には、桜吹雪舞うお堀の絶景を見ることができる。皇居南側の区間では、内沿いにお堀の水面と土手の清晶や桜田門の白壁と続き、また、外沿いには、霞ヶ関観光庁街の近代建築が続いており、その景色の対比は、都内随一の眺望とも表現される。また、 前線を通して、車線数が多く、複雑な形状の交差点も多数存在する。半時計回りに記載。起点と同地点。ありがとうございます。